はいどうも、タクタクです。ロックマンイレブンやっていきましょう。さあ今日はどっちに行こうかなと思っているんですけども、なんかね、この辺の、あ、てかさ、俺これ買ってさ、一回も使ったことないよね、ガードアップね。ちょ、今回使おう。で、このスパイクブーツをちょっと買いたいんですよね。だからもう積んどる前に行く気満々なんだけど。で、これを装備する。パワーシールドとか待った方がいいのかな。パワーシールドも装備。あとはバスタープラスチップ、ロックバスターへの供給エネルギーが増加するアイテム。放たれる弾が少し大きくなって敵に当たりやすくなる。どっちがいいんだろうな。エネルギーバランサー、これ、これ買っとこう。これ装備しておく。でもこれ何が違うわけ。これネオだよ、ネオでしょ。違いがちょっとよく分かんないな。よくわかんないけど、とりあえずちょっとビートコールとかもしっかり買っといた方がいい。すごいいっぱい落ちると思う。氷のステージとか絶対落とし穴とかいやらしく配置されてるに違いない。この辺のやつはね、エディとかねしっかり取っといて。あ、どうしようかな。この金も買っといた方がいいのかな。よし、とりあえずもうお金を全て使い果たしていくスタイルなんで、ツンドラマンいきます。強そうだよね。うわ、絶対氷ステージ買っといてよかったと思う。少しだけ滑らなくなるのか、全く滑らなくなるのか。もうすでに敵がいるんだけど。あ、そうです。なんかあんまり滑っていない気がする。なんかここすげえ稼げそうだな、あのあれが、ネジとかが。あいて、回復が出てほしいな、こうなると。うわ、なんかつららが出るやつよ。うわ、なんかいるよ。危な、白鳥みたいなやつが落としていく。こいつあそこにもいたな、ブラストマンのステージにも。近づいてくるんだね、ここのこのハンマーくんは。で、あ、なるほど。うわ、危な、なんかあそこつららが成長しているように見えるんだけど、気のせい、気のせいか、きらめいてるだろ。つらら怖い。え、なになに、全然倒せない。スピードアップ。あいって、嘘でしょ、こんなに削られる。わ、ぴょんぴょん、かわいい、これやば。うさぎさんですね。オッケー。あとは、あ、なんか今化石みたいなのが見えた。できればちょっとここで回復アイテムなんぞないのかな。うわー、強風やばくね。これパイルマンで念のため、やばい時はかさ増しして飛ぶ。よいしょ、危な、ほっ、いけるかいけるか。これ斜めに飛ぶ。おー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 、怖ー。あ、1キャップあったのに。ちょっと待って、1キャップ欲しい。あ、もう戻れないのかよ。うわー、いろいろ取れなかったな、いろいろ取れなかった。え、これは何、なんか悪意がある。なんだろう、どういうことなんだろう。こういうことでいいのかな。で、まあファイルマンでいきますよ、ここも。怖いからね。 OK、 多分落ちたら一撃でやられちゃうパターンのトラップだと思う。スピードギアでかいくぐっていく。 OK、 なるほど、エネルギーを回復したければ的な。ほっ、来いよ。相手当たるんかーい。え、これどういうこと。うまく登れないな。よっ、え、ラッシュコイルでいいんじゃない。いいんかい。あらららららら、オッケー。強くなってきた。オッケー。ちょっとですね。やばいやばいやばい。ハンマーマシーンが。オッケー。うわ、ここ厳しいな。
ファイルマン、ファイルマン任せかな。ふーん、大丈夫か。ふーん、いけそう。ふーん、いけるいけるいける。危な。オッケー。意外と簡単だな、ここのステージ。って言ってると、調子に乗ってるとやられるんですよね。おーわ、ネジがいっぱい。あれ欲しい。でっかこっちに、はい、おびき寄せといて。ふっ。やばいやば。オッケーオッケー。ボスステージか。中ボスステージだね。何が効くんかな。マンモス大丈夫？うわ、効いてない。やべ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 。何それ。効いてないね。これか。これっぽいな。あ、いって！え、そんな、あ、なるほどなるほど。くらえ。どう？効いてる？お、効いた！倒した。結構エネルギー使ったな。でも今までの中ボスから比べると、かなりスマートに倒せたんじゃない？これは。うわ、昔のお金だ。石のお金。ん？うわ、今度そっちに吹くパターン。高校生パイルマンだよ。怖っ！いや、無理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 。あ、違う。これ、吹く風がもしかしたら当たるんかい。スピードまで使って。そういうことかも。あ、なんか降ってきてる、降ってきてる。うー、恐怖。なるほどね。やっと理解した。うわ、あれ取りてえな。どうやったんだろう。あれ欲しい。あれ欲しいんだけど。あいででで。いやー、今度は追い。じゃ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 。厳しい厳しい。これ向き、風の向きが。あ、どっち？あ、こっちか。怖い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 。あー、スピードギアの意味。どっちどっち、こっち。せいせいせい。あー、もっちかよ。やばいやばいやばい。いい勘案件、いい勘案件。これはひー、まずいまずい。あれを取りたいよね。あれを取っていきたい。回復アイテムが欲しいな。こここそパイルマン持っといた方がいいんじゃないかな。いやでもな、道中チラアップでチラチラ降らしてくるやつがいるから。よいしょ。風は余計だから、ここでちょっと耐えしのぐのも手かもしれない。あ、うっそ、やばい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 。いや、これいいかん、いいかん、いいかんすわ。もう W 缶なんかもうやめよう。持ってんだから、 W 缶持ってるんだから。余計なことした。ほんと余計なことしたわ。お前かーいみたいなね。危ない危ない。OK。あいつ名前なんて言うんだったっけな。ちゃんと名前あるんですよね。ふん。わっ！ちょっとのミスが。どこから？わ、ここか。まあ、しょうがない。考えろ。もう3回やられてる。ちょ、これはひどいよね。どうすりゃいいんだろう。でもこれでファイルマンかな。いくぞ。いった。これが安定なのかな。無理だよ。あいつラッシュジェットもダメだったしな。いて、なんか出てきたね今ね。ちょっと回復してから行こう。シーラカンスとかもあるよく見たら。あ、なんかロボットみたいのがお金を運んで固まってますね。もうボスステージであれ。いや、マジでマジで。降りてこい降りてこい。よし、
いい感使いはないでたどり着きたいな。オッケー。いやー、このネジはすげー落ちてくんだけど。あ、復活してる。よいしょ。あ、なんか いなかった今。あー、いっぱいいるやんかー。しかも二手に分かれてる。どっちから行ったの方が正解だったんだろう、これは。ちょっとわかんないな。よいしょ。よいしょ。あっちから行った方がエネルギーが手に入るから、正解だったのか。でも俺エネルギー缶使うからね。エネルギー缶というか。うわ、こここそパイルマンでしょ。パイルダーオンしなきゃダメでしょ、ここは。本来はこの。わー、待って、パイルマンでなんとかできるような状況じゃないわ、これは。ラッシュジェットか、これこそ。ちょっと気づくのが遅かったけど。うわ、これもう止まれねえじゃん。この状況で。ラッシュジェット出せっかな。無理くない？意を決して飛ぶか。あっぱー！助かる助かる。これどう？あ、とりあえず目の前のとこにまずは入れさせてもらって。でも3つあるから、なんとかいけるんじゃないか、これ。いけないかな。いくぞ。はっ！お、いった！怖え。怖えよ。どうしよう。これ下から行った方がいいような。あ、いいか？え、マジでそんな得点とかあんの？いい感はどう？いいか、まあ、一気だな、この場合だとな。せい！オッケーオッケーオッケー。やっと、これ、でかい。今のはでかい。なんか、欲が出てきてさ、あのいい感までいけるんじゃないかなっていう。ちょっとやってみっか。ふっ！あ、いけ、あー！ピートありがとう。あ、でも。そういうことだよね。やったやったやった。人の欲って恐ろしいよね。せい！あ、やばい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 。いや、もう余計なことしまくってるわ。はい、ビート。ごめん。なんとか上まで。なんとか。頼む。お前やった。あ、何してんの？バカじゃないよ。もう助けてくれるビート。そこか、ここからかーい。終わった。ようやく戻ってきた。ちょっともう物欲を出すのはやめよう。いい教訓になった。あとあれだ、ラッシュを使えば一瞬でいけるはず。ラッシュジェットだね。これを使えば簡単でしょう。ラッシュジェットって何で使うんだったっけな。丸だっけ。あ、ラッシュジェット丸だ。あ、やばい。はいはいはい。あ、エネルギー、あー危な。ここまでか、ラッシュジェット。怖い。あ、行った。危な。怖っ。ほっ。行った。うん。せい！やった！ついた。やっとついた。どれだろう、弱点。これかこれな気がするんだよな。まあまあ。ライフはいっぱいあるからね。一回ゲームオーバーになって買ってきた感じですね。まあ、ちょっとパイルマンがなんかいまいちない気がするんだよ。うわー、マジか。羽生結弦的な感じですね。今呼び捨てで言ったら怒られるのかな。あ、聞いてる気がする。当たね。めっちゃ聞いてる気がするよ。あ、いで。気のせいかな。なんかああやってやっている隙に撃っちゃえばいいんじゃないか。絶対こいつスピードギアだよね。ほらで、ゴージャスでビューティフォー。あ、もうエネルギーがない。エネルギーがない。こういうのはどう。えい、難しいステージだった。ボスはともかくステージが難しかった。だっていい感使わなかったもんね、今回ね。オッケー。こいつの能力は何なんだろう。いまいち分かんなかったんだよな。一瞬過ぎて。ツンドラマン。あ、かっこいい。フォルムかっこよくない。なまらかっけ。ツンドラストーム。
うわ、上空と下の敵に攻撃できるってこと？パワー、うわやべえ、超かっこいいんだけど。これトーチマン一瞬で倒せるでしょ、これ弱点だったら。範囲攻撃だ、かっけー。はい、ということで残りトーチマンとなりましたが、俺の予想ではツンドラマンがトーチマンなんじゃないかなと。まあアシットマンの可能性もあるかな。うん、まあとにかく使えばわかります。絶対どれかは弱点だよね。さすがに最後のは軽くいけると思う。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。